世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。これね、あと7時間後ぐらいから投資する予定のインジケーターです。左側にスパンモン1台ありましてね、これを 75% にして分析させて3つだけしか出てません。これは 70% 以上で分析しています。で平均ピップスが25ピップス以上ということですね。の、戦略方法でね、稼げる戦略方法でこのシグナルを出させてます。見つかったのはね、ここでは5個ですね。分かりやすいようにこっちの表示の多いのにしてます。左の方は3つしか出てないんでね、 75% なんでシグナル数が少ないです。でどういうふうに投資してるかですね。これ見ますと、ユーロ GBP ですね。15分バイナリーオプションのインジケーターですね。このようにシグナルが出て勝ってますね、これ。これも勝ち。これはタイでしょうね。でこれ勝ち。これは負けでしょう。これは勝ち。これも負けですね。で、これは勝ち。で、これは勝ち。これは勝ち。ね。これは勝ちと。ね。これは負け。全部で14個でね、ここまでですね。戻っちゃってますね。というふうにね。というふうに、こういうふうにシグナルが出てるわけですね。でこのシグナルの戦略方法はどうやってるか、どうやって分析してるかは秘密になってます。各自投資のこの勝てるシグナルを作ってください。こうね、それでこういうふうに勝率 73% とかちゃんとこれね、これ1週間って書いてあるでしょ、7デイズってね。ね、でこの正確な分析、自分の戦略、各自の戦略方法を見つけてね、投資するわけです。これ1週間で見てます、ね、15分バイナリーオプションね。で平均ピップス、この幅ね、余裕があるほど勝ちやすいわけです。これピップスが多いほどね、28ピップスってなってるんで、この平均ね、この幅、この勝ちの幅、シグナル出てから決算するまでね、判定するまで、バイナリーオプションもね。で、この位置は必ずバイナリーオプションの5分ずつの間にちゃんと入ってますから、バイナリーオプション、15分バイナリーオプションもね。そこで、判定されるようにちゃんと合ってます、こちらね。でこれがうまくいけば次回はジェット機が買えるんですよね。12億円ぐらい稼げるわけですね、このインジケーター、私の戦略方法でね。でも戦略方法は秘密ですからね、12億円ですから、稼げたらね。でここにこの表示というのは、だからこの勝率ですね、私の考えた戦略方法をね、で 73% っていうことが出てるわけですね。ただね、これ1週間の今までの成績を出してるだけなんですよ。先は読めないんですよね。今週始まりますけど、もう月曜日になったんでね、もうすぐ始まるんですけど、同じようなね、この戦略シグナルでね、稼げるかですね、ということですよ。ね。実際上だから、
同じよりかは悪くなるんですね。だからそのね、手数料を引いてね、それ以上ちゃんとあの利益が取れる収入が出るかですよね、ということなんですね。例えばこれで稼げるの簡単だなんて言う人いるんだけど、もう1億人1人とか宝くじみたいなもんでね、難しいんですよ。東大をね卒業するか難しいんですよ。私も東大以上勉強して学歴ありますからね。もうあとじいさん2人とも東大だし、おじも東大ですね。閣僚やってましたけどね。あとおじは取締役ね、大きい会社をねやってましたよ。だからその東大よりか難しいんですね。東大よりか難しい。でこれで12億円ぐらい稼げると、まあおじは大会社の小松製作所の総務取締役やってましたから、同じぐらいになるけどね。ね、私がこれで稼げると、12億円稼げるとね、次回を受けてきたら持てるわけですね。だからおじぐらい、小松製作所の大会社の取締役ぐらいのね、になれるわけですね。だから東大で勉強して、私もねそれ以上勉強したからね、私は東大じゃなかったけど、ね、大学の先生の資格も取ってるね、大学でね取ってるんですよね。ここまでに和光大学文学部の勉強を終えてるんですよ。高校までに大学勉強を終えちゃってるんですよ。それから神奈川工科大電気科を卒業したんですけども、ただ卒業するんじゃなくて、優秀な研究室の先生を担当して、それからそれを、ね、元にして大学の先生になるの資格を取ったのね。でこういうふうにして、簡単だなんて言ったって、東大卒業する、まずするのが難しくて、それで大会社の取締役をやるぐらいですよ。難しいでしょ。これで12億円稼げたら、そんなもんですよ。難しいですよ。みんな慣れないでしょ、大会社の取締役なんて。ね。で、こういうふうに勝率出てるわけですよ。でこの戦略は各自いろいろ違って、私の戦略は秘密なわけですね。これがその難しいわけです。これが大会社の取締役になれるぐらい、東大卒してね、ちゃんとね、僕も それ同等以上の勉強してますから、東大を卒業して、それから取締役、大会社の取締役になるまではそんなもんですから、それと同じような稼ぎですから、12億円。簡単じゃないですよ。勉強が大変です、ね。簡単なもんじゃないですから。じゃあこれ今度何言うのかな、これ見たっけな、これ見てなかったんじゃない、これ見たっけ、これはユーロ USB でしょ。こうシグナルが出てこう。これね、勝ちね。3個。これも勝ち。4個。5個勝ち。これも負け。これ勝ち。これ負け。これも負け。これ勝ち、勝ち。これ勝ち、勝ち。勝ち。ね、14個だから1週間で13個か、13個ってですね、平均利益ピップスが1回あたり42ピップスですよね、この幅ね。
さあで今週からこれで稼げるかですね。ライブ投資だけど1000円ずつでしか確かめてみましょう、ね、この勝率通りにいかないけどもっと落ちるけどね。で、ちょっと 75% でやってます、ね、こっちは見やすいようにちょっとパーセンテージ下げてみました。ということですね。ね。他出てないの、赤で。週7で他の通貨出てないんですよ、これ。USD、JPY も出てこないね。ないんだって、稼げるのが。見つかんないんですね。見つかってんのは、ユーロ、USD と GBP、AUD と、ユーロ、AUD と、ユーロ、GBP と、GBP USD ですね。スペルでね、めんどくさいからね。で、簡単じゃないからね、こう分析とこの戦略方法ね。なんだ、簡単に稼げるって12億簡単に稼げる。次回ジェット機は簡単に稼げる、取れる、買えるって言うけど、そんなことないの。1億人に1人とかね、東大卒業するよりか難しいんですよ。東大で一番トップになるぐらいだね。12億だからね。まず東大で一番トップになれるぐらいの実力持たないと。全学科でね、その学科だけじゃないですよ。一番優秀なんかぐらいだと重役になれるかもしれないからね、大会社のね。それで重役になると、ね、大きい会社の、そうすると12億ぐらい稼げますから。私の OG と、東大卒業した OG と同じでね。じいさん二人東大卒閣僚やってるけど、またちょっとさらにね、勉強してるから。もうちょっと大きいですけどね。閣僚やってますからね。総理大臣と同じですよ。ということでね、また録画します。